こうなっては俺はもう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉は。サルトビ。おお。劉備の陣中。そして刹那のまま気を抜くな。よいな。分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。俺は失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せがあるとは神だ。人は神は人よ。戦法を持つ神数戦術、頂上決物。劉備の陣中力、想像以上の相手ぞ。この感じ間違いない。奴は劉備が入っている分、すり抜けはできないか。だが、何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて、平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ。え？まずい。過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはほかげのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がほかげでよかったよ。おかげでほかげを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりほかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、忍界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ、行こう。お前はなぜ現実を見ない。いくらの力を手に入れた。
決めた。俺たちは負けねえ。まるでクシナと一緒に戦っているように感じる。どうし、クズカゴに入っておるか。任せとけ。蹴りつけてやる。父ちゃんをバカにしたてめえは絶対許さねえ。どんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。